はい、いつもありがとうございます。 BGB の1144 NBA のオペレンスとのコンボグループブレイクです。はい、抽選は1回ですね。こちらご説明見ていただければと思いますが、これですね。はい、抽選は1回、先に開けるのはオピュレンスになります。抽選オピュレンスね。でその後、オピュレンスの抽選でドラフト1になったお客様はナショトレ最下位になります。逆に、抽選で最下位になったお客様はナショトレが1位という下克上1位になります。はいね、そういうやり方ですね。はい、反転形式だ。上か下かにブレてもらった方が多分いいのかもしれないです。まあ真ん中でもね、そこそこのものにね、2つとも取れると思うのでっていう形です。はい、じゃあ、先にね抽選してオピュレンスの順位を決めます。でそれによってナショトレの順位、ね、となります。はい、じゃあ、サイコロ2つ振って足した合計ランダマイズです。1と1の2は振り直しです。いつも通りいきます。ほい、はい、3と2の5回、はい、貼り付けました。じゃあ5回いきますね。1 2 3 4。で次いきます。せーの、ポチ。5回目、いいですね。3の2の5、合ってます。はい、オピュレンス、はい、ドラフト1位はチベタンさん。はい、ちょっと考えちゃうチベタンさんでいいですよね。はい、で、最下位がトリプル X さんです。はい、下克上はトリプル X さんとなります。まあでもケースの内容次第だと思いますね、そこはね。はい、じゃあまずオピュレンスの方ですね。ドラフト1位が、チベタンさん、ティベタン、チベタン、はい、ドラフト2位がオージーアイさん、ドラフト3位がプーさん、ドラフト4位がオージーアイさん、お、2位と4位ですね。で、5位が河合さん、6位が和夫さん、7位ウォームさん、8位がクマさん、9位が NK53、 10位ステイさん、11位コッティさん、12位プーさん、13位 TK08 さん、14位がヒロ16さん、15位 TSK さん、16位が三日月さん、17位がローズさん、18位がミゾ1218さん、19位が、ミッツーさん、ミッツーじゃなくてトゥですかね。はい、20位がトリプル X。 はい、で下のねナショトレの方に先にもう入力しちゃおうかなと思います。18でした。ローズさん、もう一個だね。はい、ヒロさん、プーさん、ステイさん、クマさん、オウムさん、カズオさん、ちょっと待って、カズオさんの次が河合さん、オージーアイプーさん、オージーアイさんか、チベタンさん、よいしょ。はい、ナショトレの順位はこのようになります。ナショトレは後の開封です。じゃあ、ね、オピレンスの方ちょっと大きくしますね。もう一個ぐらい、これでいいかな。
はい、はい、じゃあオプレンスいきます。はい、じゃあ開けますね。よいしょ、一個一個開けますね。昨日面白かったですねこれね。まあ内容良ければ面白いですよね。言っちゃった。はい、じゃあまずデアンドレ・ジョーダンですね。はい、よいしょ、はい、ベースカードまずデアンドレ、ペリカンズになってるの、あ、ニックスか、7-39。はい、ジャージナンバー一番違いでした。はい、で次はレジェンドのマイケル・クーパー、レイカーズですね。3-25。ここがまずシルバーで金でホロって10シリみたいな感じですね。なんか全部光ってるみたいな感じです。なんかこれシルバー。はい、オートジャージのラビンです。シルバーで金で、金で光って、プラチナブルーで光る。みたいな感じです。はい。で次はスペルマンですね。これもシルバーだから99ですね。34-99。はい、ルーキーオートですね。お、 USA、 はい、マリンちゃん、はい、これいいですね。94の時かな、あ、84か、84の時かな、あと、あ、違うか、マリンは92か、はい、確かね。いいっすね、USA。やっぱ違います。38-79。で、ここがラス前3枚目ですね。ロドマン。ちょっとかすれてるけど、まあ、綺麗に書いております。16-79。これはピストンズなんですね。うん。はい、でラス前がオルトリッチ、まあ珍しいからかな。はい、スパーズ、背番号もちゃんと書いております。綺麗ですね。これが45-79。はい、で1箱目の一番下がチャールズ・バークリーですね。はい、21-79、サンズですね。バクリさんも丁寧にね、綺麗に書いてますよね。はい、来年書くはどうなのかな。一応もう2年目ですもんね、書き始めてね。はい、二つ目。よいしょ。一箱目はバークリーでしたね。で、USA のオートジャージが出たので、という感じでしょうか。はい、ヨキゾーですね。ベースですね、これもね。よいしょ。はい。14-39。また一番違う。はい。で次はオートジャージのダニー・マニング、しかもクリッパーズ、はい、6-9-7-9で 24K はアレックス・イングレッシュですね。
3-25 です。ナゲッツで、アセテートですね、レジー・ジャクソン、これなんかみんな光ってるみたいですね。7-279。はい、でルーキーオートのハーターですね、まあこれシルバーなんで99ですね。はい、お、 USA ですね、ダンマリ、うん、いいっすね、ダンマリいい選手でしたね。これね、ここね、32-79なのかな、そうですね、32-79ですね。はい、で思ったらパニーさんまあ USA だからいいんだけど、またダンマーリーっすよこれ何番、あ、関係ないか、16-79かね、同じの入ってました。はい、せめてオートジャージにしておってもらいます。はい、まあ、USA は一応3枚目かね。はい、で一番下はマイケル・ポーター・ジュニアですね。今じりじり上がってきてますね。4399。はい、オンカード綺麗ですね。はい、で3箱目切れてなかった。レジェンドの選手、あ、こんばんはです、タムさん。レジェンドの選手がサイン書かなくなる、書かなくなるというか依頼を出さなくなったりする場合があるんじゃないですか。まあ、あとはスターンズみたいにね、揉めて剥奪されたりとかそういうのが稀にあるけど、スポーツはあまり聞いたことがないですね。はい、グリーン来ました、テイタム、これいいですね、セルツのグリーン5枚限定だと思います。はい、テータムのご尻4-5。はい、で、スコット・スカイルスか、マジックですね、34-79。この頃シャックとか行った時だっけな。はい、でアセテートのディバツですね、前からず綺麗に書いてます、28-79でキングス。うん、クリス・ウェーバーさんは、まあ、フレアの件があったから、あ、フレアじゃないか。あ、それ上、チャールズ・バークリーか。まあ、あとは、ね、人によるかもしれないですね。うん。T-Mac さんとかはね、ちょっとお金が必要だなと思ったら、サイン書けばいいアルバイトになるな、みたいなコメント出してましたね、前ね。はい。人によ よります、本当に。63-79のロンゾですね。ロンゾさんも結構人気ありますね、やっぱりね。前回ちょっと2桁の方に置いちゃったんですけど、上の方で取られましたね、やっぱりね。はい。まあ、あのケース結構平均的に良かったんでね。トレイ・ブラウン・ジュニア、19-99。彼もね、来年ね、ビーバーうめえっつってね。で、レデンプション。ニックスのロビンソン。ルーキーですね。はい。いいですね。はい。で、次、ラスト前か。おー、これ写真がいいですね。24K ですけど、カール・マローン。はい。配達来ましたっていうね。バスケットボールじゃなくて、こう、郵便物です。みたいな。いいですね、これね。写真がいい。ね。はい。6-79。いいっすね、これね。写真がいいな。ね。はい。で、ラストは、はい。ジェジェジェ。ですね。45-79です。ウェーバーさんまた入ってね、くれればね、いいと思いますけどね。はい。あれも多分2年。2年か3年。いや、3年あったかな。2年ぐらいじゃないですか。
パニーニさん一応入ってた時があって2年ぐらいで終わっちゃったと思います。その前年度ぐらいのフローレスかなんかぐらいから入り出して、で翌年1年間ちょこっと入ってで終わっちゃったんじゃないですか多分ね。うん、まああとユーイングさんとかですか。まあ1年ぐらい書いたけどまた入ってないみたいな感じですよね。まあメーカーもまあ予算があるんでね、やっぱりね、うん、だと思います。はい、じゃあ、次ナショトレですね。ちょっとカード寄せて、あ、一応このボックスは、うん、ああそう2年ぐらいでしたよね。下3位のお客さん、みぞさん、みつさん、トリプル X さん、一応箱一緒にお送りします。一人の場合はあの店長忘れてるとあるので言ってくださいね。あ、いいのか。このまま下だ。ね。はい、これでいいですね。はい。はい、じゃあナショトレです。いいですよね。バスケだよね。あ、合ってる合ってる。はい、こっちは4箱ですね。で、10枚ずつになります。まあ一応パニーニさんもね、コンサルトとか入れて、まあ市場調査とかもしてるんで、まあ。うん、欲しい、みんなが欲しい選手とかね、ちょっと入ったらいいなっていう選手は、まあ、報告は受けてると思うんですけどね。まあ、こういうのあったらいいなとかいうのあったら教えていただければ、いますよ、全然。で、やっぱり市場調査とかね、すごい、細かく今されてるようですんで、まあ、ある程度は、そう、あの、SNS とかも結構、うん、ちゃんと見てると思いますんでね。まあ、いいことも悪いことも、ちゃんと見てると思いますよ。よく聞きます。サッカーの今切れの時は聞かれましたから。何が起きてんだ大丈夫か。あ、はい、大丈夫ですと答えました。じゃあテープ切ったらね、開封です。よいしょ。もうナショトレは RPA 頼みですからね。あ、マイケル・ジョーダンアッパーディック社が出してるじゃないですか、一応ね。あ、ティム・ダンカンか。ダンカンさんはね、トライスターがちょっと囲ってた時があったんですよね。でも、難しいか。あんまり、あの、リーフの社長とかはね、あの、トップスのパーティーとか来てね、あの、お、なんでいいのって言ったらね、まあ、いろいろやってんだよ、みたいな感じで話されてね、そういうあれでしたけどね。やっぱりメーカー同士のあれがあるんで、なかなか難しいですけどね。うん。はい。店長は中立です。はい。まず、ボグダノビッチ9-99ですね。あ、そっか、プレートがあるな。プレートを出すんですね、まずね。誰だ、これ。誰だ。RC はマークあるけど。あ、ズジッチ。あ、いたねー。はい、ズジッチのこれなんだ。ルーキーパッチオート、リミテッドエディション。
はい、キャブスです。あ、まあジャージですけど、はい、ナショトレのドンチッチ、いい写真ですね。こういう写真いいですよね。プレー中の写真もいいけどね、うん、いいカードですね。相手次はマクヘイル、これ4の10ということで10シリでパッチですね。ちょっと縫い目が見えます。カラー的には一色ですけどね、うん、はい。で次はグレンライスの2カラーになってますけど、まあパッチではないです。6499。はい、次はドラモンド3199ですね。そろそろオート？はい、あ、こっからオートか。4枚サインね、もう忘れちゃいました。はい、まずは一番上からまあまあですね。はい、ドノバン・ミッチェルのパッチオート2325。はい、あダンボールが崩れた。はい、次はマーク・ジャクソンオンカードですね。これね、ちゃんとゴッドブレスユーと書いてます。61-99。これニックス。で、次はペンマンシップの音で、61-99。ヒートのグレンライス。はい。で、次が下です。せーの、ほい。お！ワタナビー！来ました。25シリだ。2-25。RPA 横型の渡辺でございます。はい、頑張ってもらいたいですね。怪我はそんな重たくないですか？どうなんですか？ちょっと最後の方出てなかったみたいでね、怪我した後は聞きましたけど、はい、ちゃんとね契約までこぎつけてくれるといいですね。はい、渡辺さんですね。 OK ですね。とりあえずはよいしょ。200個目、ベースはマルカネ、14-99。はい、プレートはお伸び、これ何だ、フローレスですね。デュアルパッチの101マブスで、マルカネ。はい、でジャージはドノバン・ミッチェル、8-99。はい、次は横型の3色パッチ、ウェンデル・カルターですね。まあルーキーだ、よかった。はい、ジャージはいっぱいいますからね、選手まあルーキーであれば。はい、で次はオール NBA マテリアルのクレイ、6899。で、ロニー・ウォーカーですね。これが4599。はい。で、まず25枚限定のマッカドですね。ボブ・マッカド。オール・ディケイド。はい。バッファロー・ブレイブズ。はい。で、次はエリック・ブレッドソーのオートジャージで80-99。これバックス。次、オンカードのウェイドだ。はい、ヒート。いいですね。あ、10枚限定ですね。10-10。オンカード。はい。コロッサル、パッチオートですね。はい。で、次もまあ、仲良く紹介しましょう。はい、ヒートのこの2人が同じ箱に入ってた。はい、ボッシュのオートジャージ1-99。はい、ヒート。ヒートボックスでした。いいですね。はい。まあ、適当に入ってこうなんでしょうけど、はい。なんか嬉しいですね、こういうのあるとね。レバートのベース5899。はい、プレートは誰だ？ポーティスか。ポーティスだ。ね。ジャンボパッチだ。ああ、今くれのジャンボパッチのやつですね。はい。
でレバーと。はい、でジャージはリラードですね、4799。で次は、あ、これもパッチなんだろうな、ワンカラーです、1-25。はい、パッチがケース2ぐらいだったような気がしたよね、確かね、ナショトレ、これはムサオくん35-99。でトニーパーカーですね、8999。はい、はい、次は25枚限定の JP マキュラ、2way 契約の人どうでしょうね、 RC ないですかね、上がってきた系かな、でも55つけてんだ、はいね、オンカードです、サインカードもまあ見たことないですね。はい、で次はウォルター・デイビスさんですけど、はい、ウォルターってちょっと相手デイビスと書いてますね、12-99。サンズで次もレジェンドでギルモアですね、62-99。はい、で一番下は RPA だけどフレジャーだまあ頑張ってもらいましょうね、80-99、縦型、はい、マジックですね、ここで RPA が2つですね、で下枠がさっきがウェイドの箱だったのか、だからここにかかってるのか、ここがまあ RPA でだといいなという感じですね。はい、ベテラン系は回避したい、89-99。はい、ロンドのプレートでナショトレゲームギアですね、これはちゃんと映ってますね。はい、でポーター、8999、ウィザーズですね、でウェイド70-99。はい、でおひげ13-99。でこれはワグナーですね、8699。はい、でこれは誰だ、ジョージヒル6699。はい、でレデスタート、まずはよいしょ、ティム・ハードウェイ・ジュニアのコロッサルマテリアルオートグラフ、コロッサルオートはさっきウェイドもオンカードでしたんで、まあ、オンカードかなっていうところでしょうか。で、次はオートジャージのジャネン・ローズ。あ、ここか。35-99。で、レジェンドですね。ウォルト・フレジャーですね。3-10。はい。で、ラスト。あ、RPA だけど、ブルちゃんまあ、悪くはないですからね。後半結構活躍してましたし、出番あれば、いいんじゃないですか。はい。まだ残ってますよね。なんかコスタスが微妙な感じになっちゃったみたいなでしたよね。はい。57-99です。はい。ということで、RPA3 つ。まあ、フレジャー、ブルちゃん、ユータ。ということで、はい、渡辺くんが出てくれたんでよかったです、まあ、RPA 自体も3枚出ればっていう感じですけどね、まあほぼ下からしか出ないんでね、まあ2枚出ればまあ1枚出ないっていうのもあるみたいなんでね、そう考えたら3枚出てますからっていう感じでしょうね。はい、で、オプリエンスと、ナショトレ両方開け終わりました、先ほどもうね、サッカーも終わりましたんで、画像アップする作業を取り掛かりたいと思います、一応ルーキーレトロ、残りさっき在庫1にしたんですけど、まだ注文来てないんでね、あともう一回つぶやいて、埋まったら開催という形にしたいと思います。とりあえず画像アップする作業、取り掛かります。はい、
参加されたお客様ですね、あのナショトレの分と、イマキュレーターの、あ、イマキュレーターじゃない、オピレンスの分、はい、あのお間違いないようにお願いいたします。オピレンス、ナショナルトレジャー、もしくは NT、 ちゃんとね、BGB1144 の隣に書いて、でその下に、ドラフトリストを記載していただけると助かります。はい、まあ、いつもね皆さん丁寧に書いていただいてるんで、店長すごいね助かってます。はい、ありがとうございます。ということで、締め切りは明日の夜8時までで、そこだけお願いいたします。あとハンドルネームを記載ですね。はい、じゃあ、あの今すぐもう作業を取り掛かります。9時ぐらいまでには画像アップいたします。でその間で、ルーキーレトロがあと残りワンスポですんで、埋まればその時に開催という形で、とりあえず9時まで画像アップ頑張ります。はい、ありがとうございました。